遺体が出てきたと。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあゲスト早速紹介いたします。大島てるさんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。大島てるです。同級生で、はいはい、いつも仲良くさせていただいて、はい、LINE なんかもねやり取りさせていただいてるんですけども、はい、あのてるさんね LINE の写真、はい、あのアイコンがあの炎マークっていうね、はい、あの事故物件のそうそうそう、はい、ここ事故物件ですよっていうあのね炎がアイコンになってるんですけどもね、はい、あれ怖いんでやめていただいていいですか。わかりやすいです。わかりやすいですけどね。はい、本当ね、あの普段はお茶目なてるさんなんですけども、まあ、あの前回というかねこの前てるさん出ていただいた時に、まあ、長年ずっともうサイトやられてどれぐらいですか。今年で16年ですね。はい、の中でもこう割と思い出深かったというか、まあ、てるさんをもってしてもまあ怖かったという京都の物件にまつわる話をですね2つしていただくって話だったんですけども、前回その1つ目がねかなり重量感のある話で、急遽、まあ、2つ目をね今回ってことにさせていただいたんですけども、はい、まあ、京都、まあ、その思い出深い物件のお話があるわけですか。いやこれがですねあの、まあ、同じ京都府内の話だというところも含めて、いろいろとこうかぶっちゃってるんですよ。かぶっちゃってる、はい、前回と、はい、皆さん前回、はい、あのね、まあ一軒家がありまして、そこで、住人の方含め3人の方が、まあ、自殺をしてしまった。でもその話だけでは終わらなかったという話が、ね、あのありますので、よかったらチェックしていただきたいと思います。はい、お願いします。でその上で今日お話したい方なんですが、はい、これまた京都は京都と言っても観光客は全然来ないエリアのお話なんですけど、まあ、一軒家がありまして、はい、でそこにこう幸せな、ファミリーが引っ越してきたわけです、うん、まあその新築の家を建ててですよ。である時ですね刑事がやってきて、はい、こう床下をちょっと掘らせてくれないかと。え、もう新築でね仲のいいご家族がもう住んでるところに刑事さんがやってきて床下ちょっと掘らしてくれってこと。はい、びっくりしますよね。はい、まあ勝手に掘るわけにはいかないですから、こう OK をもらうために聞いてくると。でも警察ですから偽警官じゃないですから、まあいいですよというわけですよ、ね。はい、でそしたら遺体が出てきた。ちなみに どういったご遺体だったんですか。はい、それはですねもう別に何かにくるまれてたとかじゃなくて、でしかもその身元も分かる行方知れずだった女性の遺体だったんですけど、その女性の夫がですね、その夫から見れば奥さんがいなくなった、まあ普通なら大騒ぎするじゃないですか、まあ、捜索願いを出したりとかね、はいはい、で、まあ、いなくなったっていうことはいろんな人に警察も含めて言ってるんですけど、どうもあの必死に探してくれっていう感じが弱くて、うんうん、なんか怪しい。それで警察の方で問い詰めてたところ、あの、まあ、実は自分が妻を殺しましたと、白状したと。でその男は大工なんです。はいはいはい、でまあ本来大工さんと言うべきでしょうけど、これは犯罪者なので呼び捨てにしますけど、その大工が注文を受けて請け負ってたその現場、工事現場にまあちょっと先に穴掘って埋めちゃえば、その上に家建てちゃえば永久に見つからずに済むだろうと、こういう悪知恵を働かせて埋めたと。じゃあご家族からすると、まあ、この土地に決めてね夢を描いて素敵な家を建ててもらってるんだっていう、その家が建ってるその最中にそういうことをされてしまってたってことなんですね。そうなんです。はあ。でここからいくつか導き出せる、論点といいますか話がありまして、まあ一つはですね、
その、まあ、よく事故物件は安いと、それなら別に幽霊なんかいるはずないんだし得じゃないかと言われることが多いんですけど、うん、まあ、今回のようにですね、別にその不動産屋が騙したとかじゃないんですけど特に安くもらってない、そういう事故物件っていうのがあるんだなと。新築だから絶対安心だというわけでもなく、そしてさらにうわもうそんなの最悪だって言ってもう逃げ出すようにその家を処分してどっか引っ越したいってなったら、今度はちゃんとここは遺体が埋められてた物件ですってことを告げないといけない、うんうんうん、そういう立場に自分が回っちゃうってことですから、その家のご家族からすればもう踏んだり蹴ったり、そうですよね、まあ、当然その犯人に責任を負わせることはできる、まあ、追及できるんですけど、もう捕まって刑務所に行って仕事も失ってるとなると、まあその内緒では触れないということで、お金を取ることも難しくなってしまうということが一つあります。それからもう一つは、まあ、なぜ発覚したのか、先ほども申し上げましたけれども、まあ、どうもその夫の態度が怪しいということで警察が問い詰めたら、うんうん、なんでそんな必死に妻をなんとか探してくれみたいな、そういう悲壮感がないんだっていうことで怪しまれて、まあ、実は私がやりましたっていうことを認めたっていう経緯で発覚したのであって、うん、決してその新築の一軒家にお住まいのご家族が何かこうラップ音がするとか、はい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 、女の影が見えるとか夜うなされるみたいなことがあって気づいたわけではないと。ですからもしもうちょっとその犯人がしらを切り続けてたらもっともっと長くわからなかったかもしれないってことです。ご家族からするとね、もう本当にまあ信頼をしきってね、もちろんそういう建築業者の方たちね、あの誠実な方たちばかりだと思うので、ちゃんとこうね工事をしてくれると思ってお願いしている中で、はい、夢にも思わないですもんね、そんなことね。夢にも思いませんし、まあこれこそまさに知らぬが仏というか、その特に違和感を抱かないで過ごしてたわけですから、うん、その事故物件だと夜うなされるとかいうことがいつもいつも起きるわけでもないんだなっていうことですよね。これね、都市伝説で今の話を聞いてちょっと思ってしまったんですけど、例えば一軒家なんかよりももっともっと大きいね、大きなこう大型マンション、タワーマンションとか大型ビルなんてなると、もっとこう土をね掘り起こしてってことじゃないですか、はい、そういう時に例えば表に出したくないそういったものをその中に入れて処分してしまうっていうことって過去あったみたいな都市伝説を聞いたことあるんですけども、そういう話って実際あるんですか？まあ、私が聞くのはその別に自分でしまうというよりは、まあ、本当に、遺体を見つけちゃうと、ただそれはその江戸時代の、あ、はいはいはい、墓地の跡だったとか、それこそ縄文遺跡だったみたいな、そういう事件性のない、特に正直に言っても、まあ、誰も気にしないであろうケース。ただやっぱりルール上はそれをちゃんと役所に届けないといけないんですけど、うん、そうするとこう調査が入って工事も一旦ストップしちゃうと、そうするともうスケジュールも押してしまうから、まあ、見なかったことにしようっていう、まあ、そういうコンプラ違反の業者がいるっていうのはこれは間違いないです。いや、やっぱりね、その事故物件というと松原谷さんじゃないですけど、おかしな現象が起こってとかね、で大島テルというサイトを見て、あ、ここでこんな事件があったんだって気づくとか、住む前に気づいてやめようって思うとかありますけど、はい、今回の例みたいなことはもう気づきようがないですもんね。はい、ただまあその反対のケースもあって、今度は京都ではなくて奈良なんですけど、そのまあこれまた男がパートナーの女性を殺したという事件なんですけど、その警察の捜査がですね、まあその夫というか籍は入れてなかったかもしれないんですけど、その男を怪しんだにしてもですね、証拠がいろいろ足りないっていうことで、このまま
迷宮入りかなと。まあそもそもその殺人事件とさえ断定できそうもないっていうようなケースで、その男がですね寝られなくなって枕元に毎晩被害者の霊が立ってるとうなされて耐えられなくなって自首したっていうケースがあります、ね。まあ、本当に霊がいるかどうかはともかくその犯人はもうちょっと耐えられなくなっちゃった、メンタルやられちゃったっていう、でもう自首したんです、出頭したんです警察に。でもこっから後がちょっと後日談として興味深くて、はい、まあ、逮捕されたんですよ、でもさすがにその俺が殺したっていうだけじゃ証拠は足りないんですよ、誰かに言わされたかもしれないし。なのであの後日もう帰っていいよって言われてますね。自分で僕殺しましたって言ったのに釈放になってるんですか。まあやっぱりあの虚言癖の人とかいますし、あのそういう、まあ、変なやつだって思われることはありますね。やっぱりご遺体が上がったりとか、ね、そういった証拠がしっかり出てこないと、じゃあこれも言ってはいるけど証拠がないからじゃあもうっていうことってあるんですね。ところもしかしたら未だにうなされて狙えないかもしれないですね。もう警察に行ったのに相手にされなくて、まあ未だに苦しんでるかもしれないですよね。いやあの、まあ、ちょっとこの話はあれかな、ね、なんかあるね警察、まあそのまあ、看守の方で、はい、やっぱりその殺人犯の方たちをこう、まあ、いろいろこうお世話するみたいなお仕事の方がいて、でその方からお聞きしたんですけど、やっぱりねそういった人を殺した殺めてしまったっていう人たちってやっぱ何かこううなされたり何かを見てるみたいな行動される方結構いらっしゃったりとかで、まあ、いらっしゃったりっていうか、まあ、いたりとか、あと目がなんていうんですかね、ちょっとこう本当に光がない、もうドーンとこう黒目が大きいっていうか、もう本当にこう正気がないような目をしていて、やっぱり何かなんかそういった、まあ、もちろん自責の念もあるんでしょうけど、やっぱりそういったものが見えたりとかあるんじゃないかって話をされてましたけどね。はい、いや本当そう思いますよ、はい。いやあの事故物件ってね一言で言っても本当にいろんなね、事故物件があるんだなというふうに思いました。まあそういうねことで、まあ、知らずに済んでしまう、でそれを告知しないという悪徳の業者もいるということで、まあねしっかり皆さんはこれ知る義務があるので知ってもらおうということでサイトやられてるんですもんね。はい、はい、ぜひねこれからもまたいろんなね、はい、あの情報入ってると思いますけども、どん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 またね皆さんのために、はいはい、お願いいたしますね。今後とも精進いたします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのテルさん映画の方に、出演されているという。はい、あの私が出演させていただく映画が公開されることになっておりましてAKB48 の皆さんとご一緒いたしました。まあそのアイドルの女の子に怖い話をして、まあ、キャーキャー言わせるおじさんの役です。それ大島てるとかではなくいや大島てるっていう、あ大島てる役で、はい、そうです、出られてるんですね。はい、お芝居とか一応したんですか。いやまあドキュメンタリーみたいな感じです。あじゃあまあとにかくお芝居っていうよりはもう大島てるさんとしてやってるっていう、はい、じゃああんまり演技指導もなく。そうですね、はい、僕ねコンフェデンあんじゃないですか、はい、JP、はいはい、に出させていただいたときに、それこそ僕もね一応島田秀平役で出させていただいたんですけど、手相、はい、占い師役ですよね、はいはい、僕も本当にやっぱお芝居が下手なので現場で島田秀平役なのに結構演技指導されるっていう、はい、カットちょ違いますねみたいないや島田秀平役ですよねみたいなあれすっごい恥ずかしかったんですけどね。まあ、あれ以降やっぱお芝居のお仕事あまり来ないですよね。もしよかったらね、はい、僕らね、はい、何でもやれますんで、よかったらね、映画、ドラマ関係者の皆さん、2人にお仕事ください。お願いいたします。よろしくお願いします。やる気あるんじゃないですか。